一般社団法人公益公共カフェフォーラム主催第4回公共カフェフォーラムシンポジウム未来の貨幣制度と ETM 投資を始めさせていただきます。はじめに公共カフェフォーラムの理事三木隆より大会の挨拶を申し上げます。三木さん、よろしくお願いいたします。本日は平日にもかかわらず大勢の方に集まっていただき、誠にありがとうございました。我々公共貨幣フォーラムもですね、山口薫先生の公共貨幣という著書の出版をきっかけに集まり、昨年8月にですね、淡路島で山口薫先生中心に、有志で、立ち上げたフォーラムです。で、現在の貨幣制度は経済の貨幣的量的な成長と銀行の利益の最大化を目的としてデザインされています。貨幣制度のこのデザインが我々の普段のあらゆる思考様式や行動に浸透し、強い強制力を発揮しています。金を稼いで一人前、売り上げ増やせ、儲かってなんぼ、食い物は安けりゃいい、あるいは水や森林の管理が民営化するのが効率的だ、巨大な環境破壊や計り知れないリスクがあっても原発やリニアモーターカーは経済的などなどの、私たちのこう考え方、そういう全ての言動が現在のこの貨幣制度の目的に、影響を受けて、ある意味私たちお金に生殺与奪の権を握られて生きています。公共貨幣の、それに対する端的な問いは、こんなお金の制度の中で私たちは幸せなのか、このお金の制度は私たち人間の本性にふさわしいものなのか、あるいはもっと良いお金の制度はないのか、もっと良いお金の制度をみんなで作れないのか、ということが、本当にフォーラムが、皆さんに問いかけたい問いだと私は思っています。でこれから、7名の方に、発表していただきます。第1ではこの問いを経済学の立場から論じていただきます。第2部では情報科学テクノロジーの立場から論じていただきます。そして第3部では政治学やあとビッグデータなどのそういう現在の世界的潮流を背景とした中から論じていただきます。スケジュールの関係もありまして講師の方々のプロフィール紹介は省略させていただきますが、本日のお手元の、資料をそれに関してはご参照ください。シンポジウムのですね、講演資料は後で公開可能な形にしまして、公共フォーラムのウェブで、公開しますので、そちらもぜひご覧ください。今回、市民政治バンド代表の須藤さんとのご縁をいただき、原口衆議院議員のお力でこの会場をお借りすることができました。お二人と原口事務所の秘書池田さんに心よりお礼を申し上げます。本日のシンポジウム開催にあたり NPO 法人日本未来研究センターには共催、市民政治バンド共和バンドには協賛していただきました。また人工知能美学芸術研究会、シンギュラリティサロン、 AI 社会論研究会、NPO 法人横浜コミュニティデザインラボ、 NPO 法人サイバー絆研究所、一般社団法人オープンガバナンスネットワークの皆様には講演していただきました。皆様のご声に心より感謝申し上げます。あとですね、長時間のシンポジウムになりますので、本当ご不便をおかけしますけれども、どうぞ、よろしくお願いします。最後に、我々公共貨幣フォーラム一同はこの衆議院議員会館で未来の貨幣を皆さんと一緒に考え、検討する場を持てることを心から喜び感謝しております。黄金の未来を、実現していく一歩が本日この場において刻まれることを記念し、開会の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。三木さん、ありがとうございました。それでは続きまして、ご来賓の挨拶を頂戴したいと思います。本日原口和弘衆議院議員がご多忙の中駆けつけてくださいました。原口
議員には先ほど三木さんのお話にもありましたけれども、この会場を使用するにあたり大変お世話になっております。それでは原先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。ご紹介いただきました衆議院議員の原口和弘です。フォーラム代表の山口先生はじめ、多くの皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。エンド・ザ・フェッド、フェッドを終わらせるためにはどうすればいいんだ、大規模独占集中搾取というエネルギー貨幣のシステムを小規模分散、そして共同、未来への責任、今日は鳩山総理もお見えでございますけれども、皆様と共に考えていきたいというふうに思います。もう限られた時間ですから一言だけ申し上げますと、かつてミハエル・エンデがエンデの遺言ということで貨幣を腐らせなければいけない、実体の経済とどん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 記号としての貨幣が、肥大化していって、そして貧富の格差と、そして紛争の極大化が起きている、これを変えることができるのは私たちこの人類の英知しかないんだというふうに思います。世界を回っていますと本当に貪るマネーが私たちの暮らしやあるいは社会そのものを破壊しています。実は先日ブータンから帰ってきましたけども、そのブータンが目指す社会と今のこの世界とでは大きく違うんだというふうに思います。今日は、限られた時間でありますけども、皆様と情報を共有して、そして私たちの未来、本当の一人一人の人間の尊厳が保障される未来を変えるということを変えることによって、社会化することによって、皆さんと一緒に実現していきたい、その思いを申し上げて、本日のご参加くださったお一人お一人に、感謝を申し上げ、私たちは単にお部屋を用意しただけでありますけども、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日本当にありがとうございます。原口先生ありがとうございました。それでは新聞中部に進みたいと思います。第1部、現在の貨幣制度の問題と未来の貨幣制度。座長は公共貨幣フォーラム理事の下田直義が務めます。それでは下田座長、第一部の執行をよろしくお願いいたします。それでは第一部、現在の貨幣制度の問題と未来の貨幣制度を始めさせていただきます。まず最初に公共貨幣代表理事山口薫が公共貨幣による日本の新国生みというタイトルで講演をいたします。それでは山口先生よろしくお願いします。皆さんこんにちは、お待たせしました。それでは最初のフォーラムの最初の、プログラムとして、公共貨幣による日本の新国民というタイトルでお話しさせていただきます。はい、どうぞ。
してうろうろしてお話しするのがあのリラックスできますので、こういう形でお話しさせていただきます。本日は、私が現在勤務しているこのトルコのアンカラ社会科学大学の教員としての立場でのお話ではなしに、個人的あるいはですね公共会フォーラムの代表としてのお話だということで、ご了解お願いしたいと思います。所属の組織の見解とは全く無関係ですので、その点だけあらかじめよろしくご理解お願いします。この公共会フォーラムですけれども、第1回はですね2014年今から5年前に参議院会館で開催されました。その時には参議院の議員の先生にお願いしてですね、会場を紹介していただいたんですけれども、それもしばらくですねちょっと停滞してまして、で、昨年と国見伝説の淡路島で、フォーラム開催しました。今回は第4回目という形になります。そういう形でですね、東京から始まって国見伝説の淡路島に行って、それまたですね東京に外されてくると、そういう形のフォーラムになったっていうのは非常にこれ面白いですね、ネットワークだなというふうに思っています。特にですね、今回あの民主党の前総務大臣の原口先生でしたかの、ネットワークがまくっておられましてですね、こういう形で実行するようになることができました。で、原口先生は私の公共会議の中一部ですね、元、総務大臣のご一行が同志社大学訪問されている形で紹介してるんですけども、その時には名前も必要に出してません。で、その原口先生とは今日それ以来の対面という形で6年ぶりの対面ということになります。あの時はですね、1年前にちょうど米議会のブリーフィングに招待されまして、それで国家会の話をしていて、その直後にですね日本でこういうことをやってる先生がいるからという形で、わざわざですね秘書の方と一緒に同志社大学に訪問して私の話を聞いてくださったという、そういう先生です。で、今回ですね、6年ぶりにお会いできたら、これも何かのご縁かなというふうに思っています。そういうふうにしてですね、貨幣はですね、どんどんお金が回るようにですね、この貨幣、国際フォーラムのネットワークでどんどん広がっていってるんじゃないかなという、そういう印象を今回は強く受けています。で、私の今日の話はですね、すでにこの YouTube で一部お話しさせていただきますので、もしですね、私の説明で、まだ不純だという方はぜひともこの3つの YouTube ですね、この2つは、アンカラからのですね、ネットワークで、2ヶ月くらい前にですね、お話しさせていただいたタイトルですけれども、特に今日は NMT の批判的活用で公共会を実現しようと、こういうですね、タイトルで、特にお話をここでさせていただいたと思っています。それ以外にもですね、こういう形で、YouTube で上げてますので、もしご興味がありましたら、ぜひともですね、この YouTube を覗いていただいて、公共会とはどういうものなのかということをですね、内容の理解を深めていただければと思います。それで早速ですけども、こういうところが今日はね、一緒に皆さんとお話し、ですね、考えていきたいと思っています。これは、ですね、週刊ダイヤモンドという週刊誌の、そのついですね、7月20日号の特集2として、出されたキーなんですけども、その時にですね、世界を揺るがす NMT の真実と、こういうタイトルの特集キーがあったわけですね。で、そこはちょっと皆さんですね、この世界を揺るがすと、ちょっと大げさじゃないかなというふうに思われると思うんですけど、実は実際にですね、この NMT の理論っていうのはですね、世界を揺るがしてるということで、ぜひともですね、今日はここでですね、理解していただきたいと、そういうふうに思っています。ですね、私、現在トルコの大学にいるんですけど、同僚の方がですね、先生はパブリックマネーのことを研究してるみたいだけども、NMT の話してるかと、それを突然言われたことがあるわけですね。つまりトルコでもですね、NMT というのが議論になっていると。そういうことで、そういう意味ではですね、一例ですけども、世界中でですね、NMT が話題になっていると。もちろん日本でもですね、1年ぐらい前に上陸して、今、日本でですね、大きな話題を独占してますよね。で、なぜ NMT がこういうふうにですね、世界を揺るがすのかという、そういう話をですね、ぜひともですね、今日は経済学者の立場から話してみたいと思います。ここのところまで理解いただけると、あとはですね、細かいところはですね、いろんな文章が分かりますから、ここのところだけぜひともですね、今日は押さえていただきたいと。で、もちろんたくさんスライドを30秒ぐらい用意したんですけど、途中のところはちょっと端折ってですね、節のところだけちょっとお話しさせていただきます。で、これはそのダイヤモンドキーに出たですね、そのダイアグラムですね。
ここにですね、今までのその、経済学で特にマネタリストという経済学者がいまして、日本でリフレ派と。で、名前言いませんけど、ほとんど日本銀行に、集まっている経済学者すべてリフレ派なんですね。でそれ以外にもですね、例えば、ニューケンジアンというですね、経済学派でもですね、ノーベル賞もあった大の経済学者ですけども、リフレ派という形で、こういうふうに分類されてますね。で、ここにあるのはマネタリストとそれからニューケンジアンという2つの学派ですけど、それ以外にもね、例えば新古典派の経済学とか、全てもろもろがですね、実は主流派経済学というふうに読んでもいいというふうになるわけですね。とするとですね、MMT っていうこれはモダンマニーテオリーと、現在貨幣理論というふうに日本語で訳されてます。MMT が出てきたときにですね、主流派経済学はマネタリストだろうが、ニューケンジアンだろうが、全てがですね、あれはいかんの経済学だと、あんなものを取りに至るのは無視すればいいと、あんなことやるともうインフレになってもう世界大変だと、そういうですね、もうバゲンというかですね、そういうのをですね、そういう批判をしたわけですね。ということはですね、これまでの主流派の経済学者全てに対してですね、こういうですね、コメントさせるほど MMT 議論というのはですね、ある意味でインパクトがあったというわけですね。そこら辺のところどう考えるかです。そこでじゃあですね、現在の中和経済学、もちろんマーズ経済学もそうですよ、ケインズ経済学、シンポジア経済学、マネタリスト、すべての経済学で共有していた一つの考え方があるわけですね。それはお金についての考え方です。どういう考え方かというとですね、貨幣というのは中央銀行がコントロールできると。で、すべてこれに基づいて経済論が組み立てられてきたわけです。で、その代表的なのがですね、まあ、日本だと例えばアベノミクスという形です。中央銀行が量的緩和でお金をジャブジャブすればですね、やがてその物価が上昇しですね、経済が活性化すると。で、そのアベノミクスですけど、これはちょっとどういうところが出てきたのかというと、そのアベノミクスの元になった周波系であると元になった考え方はですね、効果方程式という式なんですけど、これはアーベン・フィッシャーという、経済学者が提唱した理論ですけどね。その理由はどういうふうに説明するかというと、これはお金がですね、M、お金がですね、V、これ、流出速度で何回くるの回るとですね、例えば1万円が10回回る10万円で、その分だけ10万円分の取引が経済で行われていると。したがって、もしですね、お金がたくさんですね、出回ればですね、それに対応して、ね、取引が増える、あるいは上昇すると。こういう効果方程式に基づいて、理論が組み立てられてきたわけですね。で、その背後にあるのはその中央銀行。それで言いますけど、中央銀行っていうのは政府の銀行ではなしに民間銀行なんですけどね、その中央銀行がそのマネーをコントロールできると、そういうことで経済学理論が組み立てられてたわけですね。で、ところがちょっと後で研究、もし理論があればちょっと研究話しましょう。ところがですね、日本ではこういうのに基づいて、特にアベノミクスでその M0 っていうですね、ベースマネー、あとちょっと時間があれば説明しますけども、これをジャンジャンを返したんですけど、結果的には全然 GDP が増えないと。明らかにアベノミクスは失敗していると。逆に言うとですね、今の現政権が悪いんじゃないんですよ。経済理論が悪いから、その理論にのっとった政策がうまくいかなかったということなんですね。だから、ここら辺のところをきちんと分析しないと、いくらですね、政権を変えてもね、結果は全く同じです。そこのところをですね、ほとんどの人が誤解されていましたよね。今の現政権のね、アベノミクスさえですね、変えればね、うまくいくんだと。そういう幻想は私はやめた方がいいと。それはなぜかっていう話をですね、これから説明いただきます。で、この交換方程式という形でですね、貨幣は中央銀行が制御できるという形で、全ての経済理論が今まで構築されてきたわけですね。で、それに対してですね、このリフレっていう、そのリフレっていうのはですね、お金を増やすとですね、緩やかに物価が上昇すると。インフレーションじゃなくてリフレーションっていう、ね、この言葉を作ったのがですね、アービー・フィッシャーっていう1930年代に活躍した経済学者なんですよね。で、彼はもちろん交換方程式を作りました。で、そのアービン・フィッシャーがですね、1936年にその 100% マネーっていう本を書くわけですね。その中で実は自分が提唱したこの交換方程式っていうのは誤りだったと。もうすでにですね、1930年代にね、彼は自分の理論が間違ってたっていうことを言っているわけですよ。にもかかわらずね、彼の理論はもう無視されて、その後ですね、いまだにこのね、考え方は有効なんだということで、ずっとですね、経済理論が構築されてき、それが政策に用いられてきてやっている現実があります。で、じゃあですね、この
アビフィッシャーどういうふうに考えたかというとですね、実はお金っていうのは外部からね与えられてるもんじゃないんだと、そうじゃなしに外部内政的に無から相当破壊されるっていう、そういうことを言ったわけですね。つまり式で言うと、式で言うとですね、 M っていうのは外部から与えられるですね外政変数ではなしにですね、取引が決まれば自動的にそれに応じて決まってくるようであると、こういうふうにですね貨幣は内政的に決まるというふうに考えますとね、外部からお金を注入するという考え方自身が意味をなくなるんですよね。ところが今の経済学というのはこういうことは一切ですね語らない、無視すべきだというふうになったわけです。その内容がですね、そういうのですっぱり債務貨幣って言いますね、あとでちょっと言いますけども、お金っていうのは誰かが借金をしないと生まれてこないという、ここが大事な考え方なんです。ところが中学経済学はそういうですねお金っていうのは借金に生まれるっていう考え方は全然しないわけですよね。でこれは有名なですねクルグマっていう先生なんですけどね、彼は MIT の博士課程の学生にね、諸君どんな研究してもいいんだけども、一つだけタッチしてはいけないイシューだと、お金の話だと、これはタブーだから絶対に、ね、言ってはいけない、そういう話を指導教官から聞いたって、私これ本の中にちょっと名前を伏せて書いてますけども、でそれをですね自分も博士課程の人数教えてると、これ私感想できる 100% 間違いないことで、したがってですねお金のことはその主流派だろうがですね、経営派だろうが、マルチ派だろうが、進歩的派だろうがですね、全て立ちしてはいけない科目だったと、そういうになったわけですね。事実ですね、ノーベル経済学賞をもらった、ノーベル経済学賞というのはスウェーデンの中央銀行、これは世界最初の中央銀行ですけども、民間銀行がね、設立したノーベル その貢献と関係のないですね、中央銀行の経済学賞なんですけども、ノーベル経済学賞をもらった経済学者、これまで80年代いますけどね、貨幣は内政的に相互破壊されるという、そういう考え方に基づいて、理論を構築して、ノーベル賞をもらった経済学者ゼロです。逆に言うと、こういう理論で話をするとですね、タブーで物されると。で、事実ですね、アメリカではね、フェデラルザバンクというところが毎年ですね、世界アメリカの経済学者を集めて会議やるんですけどね、その会議に招待されるためには、このことを研究している学者はもう最初から無視されると。で逆に、FED の会議に招待されないと、経済学者としてアメリカに生き残れないと。そういうふうなね、現実が、厳しい現実だったわけです。したがってですね、そこにですね、実はですね、この貨幣を内政的に作られるっていうね、タブー の考え方が入ってくるってことはありえないんですね。だからそれが入ってきて、そうするとですね、理論を批判するんじゃなしに、この考え方が異端であると、マイノリティであると、皆さんもね、何もわからんですね、インチキ経済学者が言っているもう理論であると、古典版に言うわけですね。ところがこの、アベノミクスのですね、アドバイザーの経済学者はですね、この中で認めてるわけですよ。こちらの方が正しいと。ということはですね、これまでね、100年間構築してきた経済理論が全て壊れていくということです。で、今私たちはそういう時代に生きているということ、そこらのところをちゃんと押さえておかないとですね、あとで言う MMT の理論、日本ではちょっとずれてますよ。一番大事なところは、ある人曰くね、こちらは天道説だと。天道説だと、こちらは地道説と。全く違う理論でね、現象を見てるわけですよ。で、こちらの正しいと。で、それがですね、世界を揺るがすようになるわけですね。ここら辺のところに書いて、これでよろしいでしょうか。したがってですね、フィッシャーはですね、もうこのリブリオンで、リブリオンっていうのは、選手じゃんということをですね、70年前に言ってるにもかかわらずですね、この理論に基づいて構築してきたわけですね。したがって、どっかに無理があってね、現実と説明できなくなるはずなんですよ。それがやっと今訪れると。そういうことで世界の経済学者がですね、今まで自分たちがやってきた理論って何だったのかということで、特に若い経済学者はね、非常に悩み始めてるわけです。私の研究なんかもいろいろ若い経済学者がいろいろ引用して、いろいろ論文を一生懸命出るんですけども、若い人ほどですね、真剣に考え直そうという気になってます。で、同じことですね、やっぱりケインズっていうね、1935年に、これは世界 大恐慌が生じたときですね、アメリカはですね、二度とこういうですね、大恐慌のようなね、
強行に見守られてはダメだという形で経済学者が学説としたわけですよ。その中で2つの、ね、理論が提案されたわけです。一つはですね、ケインズの一般理論というね、それが後世のマクロ経済論につながっていくわけですけども、その理論、それもう一つはですね、アーヴィン・フィッシャーのですね、100% マネという。で、ケインズの理論はですね、ここに分かるようにですね、あくまでも貨幣というのを外部からね、注入されるという、そういう貨幣理論だったわけです。ところが、ケインズ自身はね、自分の、もし一般理論を書き直すとすると、自分の、いろんな中で貨幣の理論が一番弱いということを彼は認めているわけですよね。その後ですね、ケインズは宗派経済学の一部としてですね、このいろんな経済理論に影響を及ぼすわけですけども、1944年、今ですね、ブレトン体制が崩れかかっているのは、グローバリズムがですね、崩れかかっているという形でですね、で、反グローバリズム、グローバリズムの体制という軸で日本でも議論される方が多くなっているんですけどもね、そのケイン、グローバリズムを書く人は1944年にブレトンズ の会議なんですね。その時にケインズはですね、やっぱりその宗派経済を代表して、というかあるいは銀行、資本を代表してですね、債務貨幣のもとでの国際決済システムを提案したわけですね。それがバンコロンというわけですけど、その時にですね、アービー・フィッシャー言ってるわけです。手紙書いてるんですよね。ケインズがイギリス代表でアメリカに行ってる時、ブレトンズ行ってる時にね、実は私の理論の方がもっとね、強硬をね、強硬から十分な理論であると、ケインズさんね、私の理論用いてですね、バンコの国際決済システムを提案しませんかと、そういうのを3年で言ってるわけで、ケインズはですね、この先生を尊敬してましたから、先生のおっしゃることはもっともだけど、私はね、そういうふうに貨幣や理論とは思いませんという提示を断っているわけです。で、そこら辺からですね、この中派のね、貨幣は政府がコントロールできると、とそれからですね、フィッシャーのその貨幣を内政的に作られるというところのね、向き点があったわけですね。その後ですね、このタブになったわけですから、もうこの理論をちょっとで触れるとですね、アメリカの経済学界から追い出されるという形で、細々とね、この理論の研究が行われてきたので、その代表的なのがですね、ミルトン・フリードマンという。そう、皆さんちょっと待って、ミルトン・フリードマンはノーベル賞出してもらった研究者じゃないのかというふうに思われるんですけど、ミルトン・フリードマンはですね、このアービン・フィッシャーの改革、その前にはシカゴプランというシカゴの経済学者8名が提唱したシカゴプランのね、提唱者の一人の民主という先生のもとで研究した研究者で、彼はですね、ずっとですね、アービン・フィッシャーのその考え方っていうのをね、尊敬してきたわけですよ。ところが1907年、ある日突然ですね、この理論をやめるわけですね。で、その結果彼はノーベル賞をもらったと、そういうふうになるわけです。つまりこの理論に固執してるとですね、ノーベル賞をもらえないというふうに彼は思った。おそらく彼は、ね、こんなことやってるの政治的に危ないからね、自分やらないというのはっきりと確証してるんです。で、それに対してですね、現在 LMT の彼氏さんと言われているミンスキーっていうね、これも1950年代、60年代活躍された経済学者ですけど、彼もですね、シカゴプラン、フィッシャーの影響を受けているわけです。ところがその弟子たちはですね、一切こういうことを話するんだけどね、これに代わって、じゃあですね、この理論が正しいとすると、この理論で本当に今のですね、不況とか、こうね、不況とか、それから格差問題とか、政府の債務とか解決できるのかっていうと、できないわけですね。ところが、生き残るためにはそうせられないという形で、細々と生き残ってきたのが MMT のグループですね。代表がそのユニバースティオブ、ミズリーっていう、ね、もっとマイナーな大学先生ですけどもね。で、そういう形でですね、MMT が生き残ってきたという経緯があります。で、それもですね、もう一つ今度はですね、このフィッシャーの考え方をですね、これをずっとですね、継承しようという形で、貨幣改革というグループが世界中で細々と立ち上がるんですけどね、代表的にはアメリカマネタリー・インシュっていうグループなんですけど、私、この会議で10年ぐらい参加してます。で、その時にはですね、MMT のね、講師たちと一緒にやろうと、同じね、考え方だから、考え方は同じなんだから、一緒にやろうという形で仲良くやってきたんですよ。ところがある時ですね、自分たちは貨幣っていうのは債務から生まれるっていう、この定義でいくっていう形で、いや、そうじゃないんだと。あえて言うのはですね、実はパブリックなんだという、そこら辺の違いでですね、MMT の議論と私たちの改革グループ、スリットと、あるいは喧嘩を振られることがあるんですね。
まあ、そういう経過があるんです。そういう経過をちゃんと知っておいてですね、NFT のことをちゃんと議論してもらいたいわけですよね。で、その、そうこうしているうちに、まあ、私もですね、理論的にですね、マクロモデル組んでみれば、どうもでフィッシャーに言ってることの方が正しいと。私が言ったんじゃないらしいんで、何回も言うんですけど、コンピューターモデルがね、私にね、教えてくれたんですよ。だから、もし批判したければ、私を批判しないで、コンピューターモデルを批判してもらえると言うんですけどね。で、そういうふうに言って、マクロモデル のシミュレーションで、こちらの方が正しいのが分かったということで、思わず、いや、これ、今までのですね、周波とか、あるいはですね、それの、半周波の攻撃データに変わってですね、新しい大胆のそのポジションでやりましょうという形で、そこに入っているのが、スタートした。まあ、そういういきさつだけちょっとね、ここで理解していただければ、より親しみが湧いてくるんじゃないかなと思います。で、さらにこの図1枚でですね、すべてが、一応経済の歴史が埋まっていく。周波経済でしょ。それに対して、貨幣はですね、内部で作られたり、あるいは、減るんだからね。だから中央銀行が支配できるもんじゃないんだと。そうするとこのですね、理論からですね、いろんな不況、公共とかですね、格差、いろんなものが出てきてるわけです。出てきてるんだったら、このですね、現状分析を打破する、ね、理論が必要なわけです。ところが NFT 理論というのはあくまでもこの体制内で問題解決しようとしてるわけです。ケインズはちょうどですね、宗派の経済学の中で、ね、有効需要の理論を出して問題解決しようとしたNFT 理論というのはですね、ここまではね、理論的に譲れない。しかし、この枠内で解決しようとしてるわけで、私は公共貨幣という新しいですね、本を書きましてね、この枠では解決できませんってなことを主張してるわけです。で、したがってどこが問題かというとですね、今現代の貨幣、これいっぱい再貨幣システムというんですけども、欠陥デザインであると。だから欠陥デザインのですね、飛行機に乗っておればどんな名人のパイロットでも必ずですね、その飛行機が墜落するわけですよ。だから誰が制限を取ろうとですね、どんな政策をね、打ち出そうとですね、この欠陥システムの枠内での政策提言では、でも必ず失敗すると、そういうところをぜひとも知っていただきたいですね。それデザインが悪いんですよ。人でやらしいデザインです。で、NFT もですね、そういう意味ではですね、この参加システムというですね、欠陥デザインに乗っ取って、問題解決を生じているわけですね。NFT は救世主とかですね、NFT を用いてですね、財政拡大するのが良くなるとか、いろんなですね、幻想が日本で振りまかれつつあるんです。そこらのところをですね、もう一回そういう人たちに考えていただきたいと思っているわけです。じゃあ、どこが欠陥デザインかって、一つはですね、マネーストックが増えて、バンテンになるということですね。つまり、バブルと不況、失業が繰り返し行われるということで、これは信用創造という理論をちょっと学んでいただければ分かりますけれども、内政的にお金が作られるわけでしょ。だから、バブルでいくらでも需要ができたら、銀行でいくらでも信用創造のお金を作れるわけですよね。不況になってくるとお金を引き上げるわけです。そういう形で、この債務管理システム自身が、バブル、不況、失業を繰り返すデザインになっていると。というわけですね。で、これは簡単なシミュレーションですけども、このベースマネーっていうところ、これは中央銀行コントロールできるんです。ここが安定的でもですね、内部でお金が作られたりね、減らしするわけだから、不況とか失業、バブルっていうのはですね、なくならないわけですよ。ここでいくら不況の時に経済の状況もできてもですね、まだ繰り返してできます。だから、もう欠陥にデザインの飛行機に乗っているわけだから、必ずこういうことが起こるわけですね。で、その結果ですね、ケーズ理論によると、不況の時にはですね、財政出すればよろしいと。そういうことで財政出としてきたんだけど、それがたまりたまってですね、今ではですね、日本だと1000兆円を超える政府債務があると。じゃあ大変だなってことで、じゃあ増税しようとなるわけですけども、効果ないわけですよね。次はですね、その結果ですね、持ってる人と持たない人の格差が拡大してくれると。で、これもですね、いくら格差を全然なくそうとしても無理なんですよ。つまり、デザインが格差を生み出すデザインになっているわけですから。で、4番目はですね、環境破壊。環境破壊と経済政策があまり関係ないと思われている方いるかもわかりませんけど、実は大いにですね、現在のシステムが環境破壊をもたらしていると、そういうふうに考えていただきたいと思うわけですね。
で特にです、ね、一番目はですね、最近の MMT だとですね、MMT の元祖だと言われるミンスキーの色を用いてですね、よくミンスキーモーメントは今日本に来ているのかと、そんな議論をされている方がいますけれども、もともと彼はですね、金融不安定、ファイナンシャルスタビリティ、ハイポセスというのを提案したわけですね。これがミンスキーがバークレーに成立しているときの1950年代、60年代だったと思うんですけれども、要するに、こういうシステムがね、こういうバブルを起こすんだから、だからそのデザインを変えないで、その中でいくらですね、財政拡大しようがどうしようが問題がなくならないということなんですね。それから次、不況になれば、ケインズ経済全てがうまくいくと、つまり1960年代、70年代、うまくいった時期があったんですね。で今でもそれに固執して、特に官僚、官僚の方はですね、ケイズ・マクロ理論というのを徹底的に学ばれて、非常に優秀ですから、それはアプライすれば必ず問題解決できると思っているんですけども、解決できないでですね、債務だけ増大しているとなるわけですよね。で最後はですね、この背後にはちょっと時間が今日はないと言えませんけども、皆さん、借金するときに作り計算でしょ。本の中にちょっと書きましたけど、不利計算というとですね、指数的にずっと借金増えていく、ある時まではずっとね、何とかに行くんだけど、急激に増えていくんです。これを物理学者でもなかなか指数的に、ね、成長というのを理解できないと言われているほどね、ちょっと人間の直感を超えた増加するんですけど、これ、利子では全部不利計算でやっています。だから、味金額と急激にですね、借金を膨れ上がると。で今ビジネススクールでは全て福利計算でね、計算しやすさと教えられるわけですよね。なぜ借金すると単利がダメなのかということ、誰も問題しないわけですよね。これが一つのシステムとして組み込まれていると。で、最後はですね、銀行家がその信用創造でお金を融資するわけですから、銀行家が未来を作っていると。だから自分たちが儲からないと絶対融資しないと。で、これが環境破壊の原因になっていると。こういうふうにちょっと練っていただくと、この今のですね、債務化システム自身が欠陥デザインになっているわけです。だからここら辺のところをね、タッチしないで、いくら政策を導入してもですね、失敗ばかりすると。そうすると、まあ、首を変えればですね、まだ良くなるような幻想をね、持たされて、それでどん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 ですね、リーダー変えていくと。そういうことで、今までですね、ずっと経済が運行されてきたんですけども、やっとですね、システム自身が崩壊に引っかかっているというので、今の状況だと思うんです。で、ここのところをきちんとまず押さえておいていただきたい。で、そこでですね、じゃあお金どこから来るのか。そこですね、お金どこから来るのか、この話だけまずきちんと今日は押さえておいていただければ、あとのところは非常に簡単にね、で、まずお金っていうのは何かっていうことで、いろんな人いろんな定義されてますけどもね、まあ一般にはですね、商品価値を乗せる情報だと思ってください、ね、そうするとですね、情報を乗せる媒体としてはいろんなものがありますよね。貝殻とか、こういうですね、単純商品の名刺ですね、それから貴金属とか金銀とかある名刺ですね、それから紙の名刺ね、データ全ての名刺、最近だとブロックチェーンの名刺、これ全て情報なんです。このお金っていうものをですね、情報で捉えるからですね、いや、もう金がやっぱり、金のバッ、金がバッテリーでないと貨幣にならないとかですね、全く間違った議論ばっかりしたらしてるんですね。意図的に今してる人もいると思うんですけども、そこでじゃあですね、お金は何かっていうことなんですけども、お金っていうのはですね、まず、大きく分けて公共貨幣と債務貨幣が2つに分かれて、ここのところのね、分類が非常に大事だと思います。で、公共貨幣っていうのは、じゃあ何かっていうとですね、利子を使わないで発行されるお金。で、債務貨幣っていうのは利子付きのお金。これが一つの大きなね、基準です。基準です。それから2番目はですね、今度は法定通貨。法定通貨っていうのはですね、その法律で国が貨幣として決める通貨のことを言うわけですね。従って、税金をはじめ、受け取りを拒否できない通貨のことなんですね。それに対してですね、お金として機能しているだけの法的には断れるっていう、そういう通貨もある。これ私は機能的通貨と呼んでるんですけどね。例えば代表的に、日本に現在のお金っていうのはですね、政府が発行するですね、造幣局が発行するですね、コインですね。それから日銀が発行する、札ですね。それからですね、銀行が、
出してるその銀行の預金通貨で、預金通貨っていうのはですね機能的貨幣で銀行振り込みますよと言って、いやうちはこういう電気で来ないと言えばね、とびできるんですよね。あんたところのその会社にどうもお金があまり無さそうだからね、やっぱり銀行振り込みとか為替とかね、手形名義っていうのはちょっと遠慮します。現金ということで言えるわけですよ。 つまりいざという時には銀行のっていうのは機能的に返さなければ返れないわけですね。そういうふうにまずね、区別します。で、そうなってくるとですね、最近流行のですね、まあ、ちょっとあの流行のですね、じゃあですね、あのブロックチェーンになったのかどうなったということですけど、特に最近のビットコインとかですね、それ以外に、まあ、では先週ぐらいのようなですね、仮想通貨にありますけど、仮想通貨というのは 基本的に通貨として受け取ってるだけでね、ビットコインだっていうのは価値が不安定だから、もう嫌ですと言えば、拒否できるわけですね。そういう意味では買えないわけで、効果じゃないわけですね。それに対してですね、現在ですね、例えば、中央銀行がですね、このブロックチェーン用いたお金を出すというような、最近です、最近だとですね、イングランド銀行が、中央銀行がジャクソンホールでですね、 デジタル通貨を中銀行は出すべきだとか話してたとかなってますけども、中央銀行自身がですね、デジタル通貨としかし中央銀行が出す通貨というのはあくまでもですね、その実機能債務化だということですね。で、そういうふうにして、まずこの後でですね、いろんなビットコインとかですね、それから我々が提唱するエレクトロニックパブリックの EPM の話で出てたんですけど、まずこの分類で浸透されてないってことですね。私たちが提案しようとしてるのは、要するに、効果であって、しかも効果であって、しかも機能的でないで、そういうものに対してですね、1対1で交換できるトークンっていうのを出すべきだと。まあ、そういうようなことを提唱してるわけですけど、まあ、この話はまた後で続きます。じゃあ、そこでですね、いや日本でこのお金いくらぐらいあるのかっていう話になっていきますね。日本ではですね、政府が発行する効果、これは唯一ので、パブリックマネー。 利子が使われたわけです。それに対して中央銀行が出している1000円札から1万円、これはですね利子がついている、これも一応効果ですけどね。それから銀行のこの比率どうなっているのかということです。これ簡単な最近データですけども、一般に高額貨幣で政府が出したコインというのは4.8兆円なわけです。4.8兆円ね。それに対して日銀券、日銀券はですね、104兆円なわけです。約1兆円。だいたい基礎値ですね、80万円ぐらいの資金券、国に均等に配る80万円ぐらいの資金券があるわけですね。それからですね、それを合計して、今度はですね、銀行が中央銀行に預けている準備金というのがあります。それを合計したのがですね、ベースマネーというのがあります。480万兆円。で、これがいわゆるですね、効果になっているわけです。効果したら487兆円。 近くなるんです。それに対してですね、決済として使われているお金は現在800兆円になるわけですね。そのこの差額は何なのかと。で、この差額は現在ですね、私たちが基本的に変えておるんだというわけですけど、300兆円というのはですね、効果ではない、だけでも変えとして使われていると。つまり、銀行預金として使われていると。いざですね、不況になってくると、この300兆円というのは返ってこないわけなわけですね。で、ここら辺のところの関係ちょっと押さえておいてもらいたいと思います。それで、後で提案しますね。 ベースマネー、これがですね、その M1が一緒になるためにはですね、今現在日銀が両手緩和でどんどんですね、草が刈ってですね、このベースマネーの準備金というのを積み上げてますね。200、300兆円積み上げてます。その結果ですね、ベースマネーは500兆円になってるわけですけども、で、あとですね、このベースマネーと M1が一緒になるまで、あと300兆円ぐらいあるわけですね。これはちょっとテクニカルな話させていただきますけど、財政出動して、 日本のですね、政府がどんどん借金してですね、それから日銀に引き渡して、全然、問題ないと思います。私は300兆円ぐらいだと思っています。300兆円以下に効率化によってですね、日本経済復活すると。まあ、そういうふうに私は思っている。この理由はまた後で、ね、次回と言います。説明しますね。で、これはですね、決済に使われるお金です。それ以外にですね、流通から、リークしてですね、定期預金として積み上げているお金もあるわけですね。その金が、 600兆円。これはやっぱりマネストック、M3 っていう概念のお金ですけど、これが日本にある
金融資産、会社資産全てですね、1400兆円あるわけです。で、問題じゃあこの1400兆円のお金どこから来たのかって話です。で、この辺からですね、今回私 の, あの研究の成果、議論の話ですね、それから IoT の議論のですね、一つのですね、あの一緒になっているわけですけども、まあ、ここでちょっとあの研究の話はあまりあのやらないでですね、このお金どこから来たのかということで、お金っていうのは見たようにですね、あのベースマネーの M0 ですね、それから機能的貨幣の MM、 それからあの決済につまり M1 とかですね、それから定期預金の MP とか、それから全体のほうが M3 とか、こういういろいろ収入のお金があるわけですね。その場合とじゃあ誰が借金したのか、民間かね、政府かって誰が借金したのかってことをとってですね、それを相関関係をちょっとですね調べてみたら、面白い結果が出たわけです。面白い結果が出たわけです。で、これは最近ですね、Python というあの AI のプログラミング言語をちょっと用いて、まあ、私が調子こでやったんですけども、ですね、結論だけ先にお見せしますね。で、GDP はですね、誰がどうすればあの増えるのかって、そういうことも入っています。で、これはですね、あの全体の結果ですが、要するに日本 全国に1400兆円のお金っていうので、誰かが借金をすれば、あの捨ててできたお金だと思います。これ先ほど の NED の海洋内蔵で作られるという話と一緒でしょ。誰かが借金をして初めてお金って出てくるわけです。逆に言うと、借金を全部返済するお金がなくなってしまいます。ここのところ、ほとんどの人がですね、手厚いでないわけですね。はい。で、これちょっと飛ばしました。これ結論言いますとね、全ての1400兆円の借金っていうのは、マネーストックですね、1400兆円の借金、このソワークっていうのはですね、企業家って政府の借金の総額だとなるわけですね。これがマネーストックの総額、1400兆円。それはですね、企業とか家計とか政府が借金をした結果出てきたものだってことです。こんなこと言う手出しいないですよ。で、じゃあその内訳どうなっているのかというと、その内訳のうちですね、民間が借金です。民間というのは皆さんがですね、あの家計で、ね、住宅ローンとかでお金借りるわけ、それ企業がですね、それ通してあの借りるわけ、その民間の債務が回り回って定期預金になっているということです。で、一方ですね、政府の借金ですね、政府の借金、これはマネーストック、政府の借金というのはですね、まあ、ここで、その前にちょっとですね、1991年のバブルの間で平成の7月30年というのがずっと来ているわけですけども、2008年にさらに追い打ちをかけるリーマンショックの金融危機になったわけですね。で、その結果ですね、積もり積もって政府の借金を現在1000兆円ぐらいになっているわけですけども、この政府の借金というのはですね、ちょうど M1 に等しくなっていると。つまり、政府の借金というのは皆さんが時に使うお金に等しくなっていると。ここでのところですね、ちゃんと押さえてもらいたい。逆に言うとね、財務省は1000兆円借金すると、これ将来つけるあの残すだから大変だからね、借金を閉鎖していけなきゃならない。ところ政府の借金は M1 となって経済に使われているわけです。だから将来につけを残せるのなしに、逆に政府は借金を解消すると M1 がなくなってしまうと、それが債務貨幣の宿命なんですね。で、そこでこういうふうにしてですね、誰が借金するのかと、そうするとちょうどでジャパンナンバーワンの高度経済成長の時にはですね、民間企業と家計がどんどんとですね、あの投資あるいは住宅投資をすることによってですね、借金をすることによって経済成長したわけですね。この不況になった途端に今度は民間部分のこれ借金がなくなってきて、なくなってくるとここで家計が減少するわけですね。それを相殺するために政府がお金を理論に基づいて追加できたと、そういう結果になるわけです。じゃあそこで GDP と比べると、 GDP はずっと1909年ぐらいから500兆円あたりずっと低下してるんですよ。これが日本の失われた30年というわけです。なぜ30年間は日本の経済が成長しなかったのか。その高度成長期にはですね、ずっと GDP が成長してるわけですね。成長してる時にはですね、ちょうどこれに見合っただけの民間の債務というので、民間の債務がですね、不況で労使なくなったりっていう形で落ち込んだときに、それをね、補完する形で政府が国債を発行して、借金を成長を積み上げたわけです。ところが政府が借金を積み上げたにもかかわらず、GDP は増えてないんですよ。ここら辺のところにマネーを分析すると、はっきり分かってくるんです。
だからいくら財政支出をしてですね、借金を増やしてもね、GDP は増えませんと。この辺のところまで MMP 議論する人たちには絶対分かってないと思うんですよね。はい、まあちょっとこういうことで、ですね、そうするとですね、同じマネーストックでもですね、民間が借金をすればですね、GDP を増やすと。政府が借金をするとですね、GDP を増やさない。逆にですね、債務が積み上げると。そういうことになるわけです。で、ここのところですね、今回こう、日銀のですね、ですね、新循環評価をデータをもとにですね、分析すれば分かってきたわけですね。でそこでですね、バブルを崩壊したときにどうしたかって、まず日銀は2001年から2006年、じゃあ大変だって言うので、これはね、禁じてたけどやりますということで、急にね、量的緩和をやったわけです。6年間ね、やったんだけど、全然 GDP 増えなかった。で、その後ですね、リーマンショックが大きいから、ね、じゃあそこで大変だっていうことで、もう一つ、今度は安倍政権の再度ですね、2013年から異次元の量的緩和をやったわけです。でも GDP 全然増えなかった。借金が増えた。これ経済学者は分析できないんですよ。なぜこうなったのか。で、だからここのところの分析がちゃんとないとですね、政策提言できないと思うんですね。だからこれからですね、今日は国会、衆議院議員会の片山先生もですね、調理していただきます。ぜひともですね、こういう形で国会議員の方にもですね、もう一回ですね、串田30年の原因何だったのかということを勉強していただければと思っています、はい、それをもうちょっとですね、掘り下げていくとね、先ほどさ、非常にですね、現在の産業再開システムというのはね、欠陥で出られていたんですよ。欠陥で出られたからバブルと引き起こすと。でそのバブルを引き起こすところをもうちょっと見てみますとね、こういうふうになる。いっぱいですね、ジャパンナンバーワンで高度成長期の時によってずっとですね、GDP が減るわけですね。GDP はどれだけ高かったけど、その時民間の、ね、企業とか家計がですね、投資を行った結果ですね、増えたわけです。投資を行った結果、先ほど の研究の結果、その結果ですね、定期預金も増えるわけです。増えるわけです。ところが、バブルが崩壊した途端に企業の方はその債務をやめてしまう。バランスシート不況って言われますけども、今まで書いたバブルで膨らんだ借金を返済するのがまず第一義的なわけです。企業だけもですね、定期預金を取り潰して借金返済回ったんですね。その結果、そのマネーがずっと収縮していってるわけです。で、従ってですね、この逆にですね、これが減少するとですね、こういうことが生じるわけですね。ここまでいいですか。で、ところがですね、ここでも、まっすぐ行きますね。で、そこで次ですね、不況の時どうなったか。不況の時今度はですね、政府はですね、ケインズ経済学に基づいて財政出動をやるわけですね。で、実際これというか、大体ですね、バブルが崩壊した1991年、90年か91年の時、大体200兆ぐらいの借金だったわけです。政府の借金というのね、借金。それがですね、現在では800兆円、つまり、もうすでに政府は600兆円分の借金したわけです。お金を追い込んだわけです。経済に投入したにもかかわらずですね、GDP 増えてないんですよ。だからこれ以上、政府は借金して、経済に投入して何を期待できるのかってわけですよね。でここのところにやっぱり真剣にかかりそうだと思うわけです。で、もしですね、しかしそうは言ってもですね、この600兆円というのはですね、過去30年間にね、GDP に匹敵するだけの借金を政府が積み上げて民間に投入したんですよ。その結果、IMO だっていうね、決済必要なんかで、800兆円までにですね、膨れ上がったわけですね。ところが全然循環してないと。循環してないんですね。で、もしですね、政府が財政出動しなければですね、どなたかっていうと、M1 というお金はずっと減りますよね。そしてお金収集するからですね、GDP を収集すると。もしですね、政府が頑張って600兆円もですね、赤字国債を発行して財政出動していなければですね、今頃私たちの GDP はね、300兆円ぐらい、皆さんの所得半分ぐらいになっていたはずです。これね、そんなこと言えるかというとアービン・フィッシャー先生、1929年の時にこういう経済分析してるわけです。あの時にですね、 34% の M1 がね、 M1 4倍よく M1 がですね、
実際消えてるわけですよ。大恐慌の大不況の原因というのは、ね、バブルが崩壊したと同時にですね、企業が投資なくなってお金が収縮するわけですね。バブルで膨れ上がる、それで不況になると収縮すると、つまりお金っていうのは膨れ上がったり破壊されて収縮したりすると、とここら辺がね、主流経済学ではそんなの考えない。お金っていうのは一旦ね、投資されたところに回ってるはずだと、消えるはずがないんだと、そういう理論に基づいて経済理論を構築してきたわけですね。だフィッシャーはそうじゃない、間違ってるけど、すでにね、1903年代に自分の研究で言ってるわけです。だから、リフレ理論というのは効かないよと。にもかかわらずですね、アベノミクスの量的緩和でですね、自由のエコノミストたちはですね、証拠にもなくですね、ずっとですね、リフレ理論をやってるわけですね。なぜかというと、彼らにはこういう理論がないわけです。その彼らを責めるのは僕だと思うんです。つまり、理論、彼らの、ね、間違った理論に基づいて、天動説に基づいてやってるわけですから。ここら辺のところをですね、フィッシャーがきちんと説明しています。だから政府の成長借金というのは GDP を、ね、500兆円に維持するという意味では効果があったと、まあ、そういうふうにですね、評価しておけばいいと思います。じゃあそのですね、バブル崩壊どうなったかというとですね、家計の方をですね、ドーンとね、貯蓄を崩します。その結果ですね、一応家計の、ね、必要金というのはね、その分だけ出るんだけども、それが格差でね、ほとんど 99% のところの家計に増えてないと。そういうわけで、家計の最近の調査によるとですね、ほとんど貯蓄はゼロと。ほとんどの家計はですね、貯金なしでその日暮らしで生活してたら得なくなっていると。そこまで追い込まれている状況なんですよね。多くの状況で。一方、企業の方とか、企業の方もですね、バブル崩壊後ですね、バランスシート不況という形で、まずは借金返済が大事だということで、自分たちとね、本業からもう稼いだから全部借金返済を回したんですね。その結果、企業の提供業をずっと減りますね。で、と同時に、ね、この企業の方はですね、それ以上のですね、お金をね、落として、溜め込んでるわけです。つまり、不況時にはね、お金を持っていくだけで買い価値があるわけです。だって、デフレだから。1万円でも出てるで、持てると1万円がですね、実質価値1万円増えていくわけですよね。こういう形で企業もこの余った内部利用は吐き出そうとしませんよね。でこういう状況でお金はあるんだけども、それは投資に回らない、実質に回らない。だからここのところをね、政策にどういうふうに誘導すればいいのかって、このね、政策議論がほとんど私ないと思ってます、日本で。でこれまとめですと、したがってあの家計とか企業はですね、まず借金をすることによってですね、M1 増加する、で GDP も増やす と政府はいくら借金してもですね、政府の借金はいろいろあるんですが、細かいことは抜きにしましたですね、中央銀行は国債引き受けるとですね、 M0 が GDP が増えて M1 も増えるんだけども GDP 増えないと、そうすると国債銀行は引き受けるとですね、その MF というその基本的預金を増えるんだけどもね、で、増えてそのエコーが増えるんだけども GDP が増えないと。で、緑地の量的緩和をやっても GDP が増えないと。というわけで、簡単なですね、実証研究ですけども、日本経済を復活させるためにはですね、家計企業が再度投資する、そういうところにね、政策を誘導していかないとダメだと、というふうに結論になる。これ、変えたみたいな結論ですけどね。そこで、じゃあ、こういうのがですね、債務貨幣システム。過去200年ぐらいの我々債務貨幣システムが抱え出た結果が出ないんですよね。だから後期ある不況ありですね、不況国のために戦争をやるとかですね、いろんな派生的なですね、弊害が出てきてますよね。全て原理をたどると債務貨幣システムにあるというわけです。そこで1903年代のですね、シカゴの経済学者がですね、こういうシステム自身が間違ってる、そのシステムをなくすためにはシカゴプランという形で銀行改革する必要があるという形で整備出すわけですね。これは私の本の中でシカゴプランという形で初めてシカゴプラン の説明をですね、して出版させていただいた、この中に詳しく書いてますから、ぜひお読みください。でそれを引き継いでですね、このフェミサイモンというのをですね、やっぱりプレッシャーがね、40年の若さで変死してるんですよ。原因までわからない。だからこういうね、今のシステム悪いってことに批判すると、
何か知らないけどね、消えていくんですね。これはあの私たちウェブにも書きます。いまだに原因が起こる。でそれをね、これがシカゴプランです。シカゴプランの一部ですね、コブデオグラスというですね、有名なあのコブデオグラスが生産関数をあの提案した人が一人入っているんですけど、フィッシャーがですね、このシカゴプランを引き継いでですね、科学改革とやるわけですね。でその時6名の学者を集めてですね、全然今のようなですね、システムは間違っているんだと、科学改革で新しいシステムにしましょうという提案するわけですね。で彼は非常に勇気ある研究者でですね、全米の経済学者ですね、約300名の経済学者にこのリスクがあってですね、改革しましょうと。そして86名の経済学者がですね、やりましょうと。逆に言うとね、私の顧客は日本の経済提案すると、おそらく9割のね、経済学者が賛成してくれるはずです。理論的にこちらの方がね、ラシなんですから。ところがですね、この理論で先ほど言ったね、ポール・クルーが言ったんです。多分これに一切触れるとですね、アメリカの大学に折れないよっていうね、そういうプレッシャーがかけたわけです。じゃあそのですね、シカゴプランって何かっていうことね、これを簡単におさらい、これも私いろいろ言ってますけども、非常に簡単なこの3つさえ提言すればですね、全てがうまくいくというね、何もですね、大きな血を流すような革命とか必要ないんです。システムの一部をちょっと変えればですね、うまくいく。そういう素晴らしいですね、提案ですね。一つは何かというとですね、今現在中央銀行、これ中央銀行のほとんど 100% は民間収入の銀行です。まずアメリカでもね、連邦準備制度はアメリカの中央銀行です。どのマクロ経済部も変えています。しかしアメリカの中央銀行は 100% 民間所有の中央銀行ですと一言も書いてます。それを書いたテキストは全部出版社が弾きます。同時にその先生は通用されます。で、それが現実なんですよね。つい最近までです。で、そのですね、民間の中央銀行をどうするかというと、私はこれを、ここから私の日本バージョンでの提案ですけど、まずですね、公共貨幣所というね、章を新しく追加すると。財務省にプラスで公共貨幣所を申請すると。で日本銀行そこに統合すると。最近 MMT 論でですね、統合政府下がってますよね。あれをやればこうなるので、統合政府するんです。日本銀行と政府を一緒にして、私は公共貨幣所を申請する。しかしですね、公共貨幣所にですね、貨幣のね、供給量を全部権限を与えるとね、また政治家がですね、秘伝がないんでですね、貨幣のですね、暴殺を始めるとも限らない、暴殺するかもわからない。そこでですね、国会の元にある公共貨幣委員会というね、これはもう全ての政府機関が独立して、つまり最高裁判所と同じように、司法と同じようにですね、独立した公共貨幣委員会というのを国会に常設して、ここがですね、全てのその貨幣供給を決めると。でしかも日本銀行職員が今ではですね、みなし公務員ですけども、政府職員よりも実は割高い給料をもらってますけど、彼らは民間社員ですよね。それがやっぱり本当の国家公務員なんで、日本のために仕事していただくと。でそういう変えるわけです。でこれ日本はですね、 55% 政府主義ですから、その気になればですね、すぐに、ね、法律通すすぐできるわけです。で2番目はですね、その結果ですね、銀行が信用相応しない、つまり 100% で準備する。これどういうことかっていうとね、最初に言った今全部 M0 っていうのを全部ですね、資金の量的緩和で今400兆ぐらい積み上げてますけど、この M1 って600兆ぐらいですよね。これが同じになるまでですね、この一緒にするということです。でその後はですね、銀行は信用相応しないというふうにします。つまり銀行が勝手にお金を作ってですね、預金として民間に投入できないようにするわけです。でこれだけです。これが当初のシカゴプランを提案したことなんですね。それに対して今度はそれだけではですね、お金が不足しますから、成長する経済で必ずですね、成長率目当てだけのお金っていうのをですね、追加して投入していく必要がありますから、そこでですね、経済発展と駆使のために公共貨幣をずっと供給していくと、そういうですね、条項があります。これをこうすることによってね、お金っていうのは不況でも公共でも消えないと、流通していると、そういうふうになるわけですね。で、ここら辺からですね、バブル不況が克服できるんですね。それから
債務によってですね、金利がです、一部の銀行が見るという、そういう所得格差になっているわけです。まあ、同時に日本ではですね、一般会計と特別会計、複雑なですね、このお金の流れ、これをですね、クリアにします。ここがですね、日本で一番のネット、これをクリアにできます。で、こういうことを私は提案しています。で、こういうことをじゃ提案してですね、何ができるのかって、今日は国会ですのでね、政策に興味ある方もたくさんいます。じゃあ何ができるのかということで、ちょっとね、一緒に先にお話しましょう。こういう公共貨幣が実現できたとして、私たちが提案しているのはですね、新国っていうミシャンと書いてますけども、この4つのですね、5つのプログラムを提案する。1つはですね、基礎的対応プログラム。とにかく30年間もですね、病気だったわけですから、とにかくですね、体力を回復するための管理が必要だと。もうそれを早期にやりましょうと、公共貨幣でね。1つはですね、年間20万円をとにかくもう無差別に全員に配るということです。これは何もバラマキじゃないし、ベーシックインカムで違うんですからね。まずとにかくここをまずやって、まずですね、元気つけると。それからですね、福島原発をね、これを世界の英知を集めて、とにかく閉じ込めると。こうすることによって、日本の成長っていうのに対して、世界がですね、協力してくれたって形でね、日本の不幸な原爆の被害だけど、世界に訴えて、ね、世界に出て協力しちゃうと。そうすると、問題はですね、日本の汚染じゃなくて、世界の人たちがね、協力する問題に変わるわけですよ。ここのところは絶対にやってもらいたいと思うんですね。全ての H をね、今でもどんどん保証が出てますから、H を集めて、返すと。そのためのお金は公共貨幣でどんどん出すと。それからもちろん消費税ゼロですよ。これ消費ゼロっていうのは入り口です。次、今度は体力増強プログラム、ここでですね、非戦時代の整理したりするということを提案しています。それから3番目はですね、長期人間力という形で、気とか地位とか体力、これを向上させるプログラムということで、大学授業の無料化とかですね、奨学金をチャレンジするとかですね、人間力制約とか、こういうことをやりましょう。それから今度はね、もう素晴らしい憲法を日本を持っているわけですから、憲法25条で健康で文化的な生活を保障する。これを本当にやりましょうと。そういう形でね、しかもですね、単にね、生活をするだけじゃなし、仕事を提供して、その対価として払うと。そういう形でね、これは MNP 理論なんか盛んに言ってるですね、ジョブセキュリティプログラム、アメリカの民主党がね、グリーン、ニューグリーン、ディールという形で言ってますけど、要するにジョブセキュリティです。日本は憲法を運ぶんですから、まず憲法のもとでやりましょうとですね。まあ、そういうことでやるんでしょう。その中で私が一番ですね、ここで強調したいと思いますですね、非正規社員を正規社員するっていう、これと、それから、この憲法で文化的な政策を保障すると。この日本だけを中心にする政策を提言すればいいと思っています。で、なぜこうするかっていうことですけどね、これをもうちょっと実感取ってやりますね。これ私がよく使うシステム思考っていう戦略なんですけど、これは現在ですね、いろんな欧米の企業とかでも使われてる。日本でも企業のですね、経営戦略の中に使うところがたくさん出てき始めてますけど、要するにですね、一つの原因が結果を見、その結果が原因となって、また次のですね、結果を作るとか、そういうことを積み重ねていくわけですよ。新経済をニューロと投げていくという考え方ですけど、その中で私が一番ですね、強調したいのは、ここに書いてますように、ジャパンナンバーワンモデル。つまり今のですね、若い世代、30代、若い人たちがね、日本がですね、かつてアメリカに追いつくぐらいのですね、豊かな国だったって知らないんですよね。その時私はたまたまね、アメリカに、おそらく立山議員もですね、スタンフォードでおられた時期、ちょっと重なるかもわからないんですけど、あの時にですね、日本人であるというのはあれだけ誇り持ったことないですよ。日本ですか、ぜひとも自分の経験を教えてください。私は学びたいんです。でその日本的経路ね、コアは何かって何だったかっていうと、要するに従業員を大切にするっていうところですね。で、それが非正規社員に認知をさせられてしまって、つい1990年代にはですね、日本がバブルで崩壊してからですね、アメリカのビジネススクールが入ってきましてね、アメリカ的には経路がいいんだと。アメリカはですね、インターネットバブルでですね、公共でしたから、それをアメリカのね、システムの素晴らしいと、日本的な経営ってやめなさいと、ということで来るわけですね。で、ところがですね、そういう形で潰されるわけですけど、私はこのね、
セクシャリを非セクシャリ、非セクシャリ、これがですね、一番のその両復活のキーだと思っています。なぜかというとですね、まずですね、今たくさん社員を6000万のうち半分ぐらい非正規社員ですよ。こんな国に行ってしまって、私もガツンとしたんです、資料見てね。まずそこでですね、雇用助成金というのを出します。つまり正規社員したいだけで給料払えないと、そこに工業開発を追い込んでですね、助成するわけです。韓国の軍政権がね、サルの政権だというわけで何やったかというとね、最低賃金を上げると。そこまでいいんですよ。上げたんだけど、結局中小企業で最低賃金をカバーできるだけのコスト跳ねないと。それどん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 ですね、中小企業は倒産してきましたよね。あんなバカなことやったらダメだ。まずそこでですね、雇用助成金をね、与えて非正規社員を正規社員にすると。それはもちろんね、嘘つく企業もありますからね、そこは企業の業績とかちゃんと見てですね、情報交換してやる。それのところは議論、国会で議論してもらったらいいんですけど、とりあえずですね、非正規社員を正規社員にすると。そうすることで実質賃金が上がってきますよね。上がれば所得が上がる。上がると消費も上がる。消費が上がってくるとですね、国内の需要が増えてくる。で、増えてくると経済成長がして、それが正規社員を増やして、さらに非正規社員を減らしてね、賃金を高めると。このループが回ってきますよね、このループ。このループを回すのが一番なんですよね。で、これが回ってくるとですね、じゃあ、需要があるんだったらということでね、企業はですね、年間300兆円の投資回すわけです。その時にはですね、従来の産業じゃなしにね、これ書いてあるのは、自給自足のね、食の安全をもたらすようなところに精力的に投資してるとかですね、あるいはそれぞれ可能エネルギーとかね、それから自然治癒力を高めるようなですね、そういうね、医療制度。自然治癒力を高める医療機関にこそ保険をかけると、上げると。薬を出すところにはあげないとか、極端な話、そういうふうにしてですね、医療を変えていくわけですね。それからうちの IT とか、こういうところにお金を吸い込んでやっていくと、そうするとですね、眠っていた企業の、ね、300兆円が投資に回ってきます。それこの循環が回りますよね。で、回っていくと今度は雇用確保されるということで、それだったらですね、結婚してもいいのかなという形で、今度はね、若い人が結婚始めます。そうすると子供が出て、子供が生まれてきてですね、それが将来の労働力になってですね、それが正規社員としてまたね、経済活性に貢献すると。その結果ですね、移民というのも必要なくなってきますよね。しかもですね、ここでね、生産性が高まればですね、労働生産性が高まれば移民に頼らないような新しいですね、ロボットとかですね、新しい技術開発ができますから、こういう形でですね、こっちらにいくわけですよね。で、その結果ですね、余裕がなってくると、消費税であっても余裕があれば払えると。消費税っていう問題なくなります。それから最低賃金、これはですね、正規社員にならなくても、パートの人にやっぱりこれ、補助するわけですけどね。そういう形で、回っています。で、そういうふうにしてですね、ここを変えれば全てこう流れてくると。したらこの時期が持ってですね、国会なんかで議論されているので、あなた方は今、どの政策を議論しているんですか。私たちはここを回せばこういくと思っていますと。こういうふうにね、提案していただくと、議員の皆さんの頭はですね、こういう形で回っていくと思うんですよ。じゃあここはやりましょうと、ね。こういうふうになっていくと思うんですよ。という意味で、ぜひともですね、この図はですね、今後は政策議論に使ってもらえると。というわけですね。いや、それ問題になるのはですね、じゃあ今でもね、MMT の議論に財源どうするよと問題になってますよね。財源どうするよと。で、そこでじゃあ MMT 議論とその国会議論、どこにどう違うのかって、ちょっとお話ししておきます。で、私ぜひともここでね、強調したいのは、お金持ちから金を取れ、あるところから取って回す。この発想をやめてた。お金持ちはお金持ちになりたくて言ったんだけど、システムがあるから乗っかった結果、お金が増えたわけでしょ。だから皆さんもそのシステムに乗っかればお金持ちになるはずなんですよ。だから、そのあるところは取れっていうね、そういうブルジョア体ですね、共産社会の体質っていうね、これ体質を生むだけで一つもない。お金持ちは今までか一生懸命やってきたのいいですと、お金持ってくださいと。私たちお金なしでも公共貨幣でね、新しい人を裕福にしてやっていく、そういう政策しますよと。その結果、皆さんも良くなってきますと。そういうふうにですね、発想を切り替えていただきたいですね。で、そうなると、じゃあですね、財源はね、お金持ちから取るんじゃありませんと。国債発行します。これは MMT が言っている議論で、国債これ発行してもですね、政府はデフォルトしませんと。で、それが MMT 議論をつかむわけですね。
ところ違うところ MMT でやっていくとですね、どんどんですね国債残高が増えていきます。その MMT っていうのはですね、国の借金を増やすっていう形で、これは政府のバランスシートですけれども、政府預金を増やすだけなんですね。そこでこうやっていくとですね、先ほど言ったあの最初に見たようにですね、基本的預金っていうのはどんどん増えていきますから、回り回ってですね、不況の時にこれがまた問題になります。そこでですね、いくらでもね、あの公共開発実現するまではね、5、6年、10年ぐらいかけてもいいと思うんですけど、私最初言いましたよね、300兆円ぐらいを借金しても日本の国はびくともします。だから私はね、300兆円ぐらいをどんどん借金していきなさいと、でどんどん日銀に買ってもらいなさいと。そうすると日銀のですね、今準備金はね、今の400兆円がですね、700兆円ぐらいだと思うんです。預金が800兆円ですから、だから全然問題ないです。そうしてですね、ここでまずね、エンジンをかけて経済を良くしていくと。その過程で徐々にですね、公共開発費が切り替えていくと。で、公共開発の大きな違いは何かというとですね、むしろその過程でですね、格差も、この政策に固執しますと格差はますます増大していきますから、これも途中からですね、切り替えていくと。で、公共開発はどこが違うかというとですね、政府はこれ発行する、その代わり自身はですね、バランスシートでいくと、純資産になるわけです。で、純資産だと、例えば100兆円ここで政府が発行しますね。100兆円分は日銀の公共開発、この資産になるわけです。で、その資産分だけ政府のお金が入る。これ非常に使えると。だからここでいくらですね、政府はですね、500兆円の借金があると、500兆円分をですね、政府がね、500兆円分のお金発行して、それで国債買ってね、日銀の資産を政府公共開発に頼る。それでも1案してちゃうんです。これはミルトン・フリードマンが言ってます。1案にしてね、連邦人に見せる借金は、総裁できますよ。私が言っているんです。ミルトン・フリードマンっていうね、著名なマネタリストを言ってるんですね。こういうすることによってね、財源というのは変わっています。したがってむやみにですね、各地からお金を取ってやるっていう、政策をやめて、今ではですね、右も左もね、つまり今まで全てがですね、私有経済でしたから、新古典経済、マルス経済、対立したでしょ。対立させられたんですよね。だから同じ対立するのってやったらダメなんですよね。自民党の一部の人にも MMT いいねっていうね、保守系の議員さん出てきてますよね。産経でもですね、出てきてますよね。一緒にやってもいいんですよ。一緒にやってここでやりましょう。で、日本は最初にですね、そうであるあ、もう時間ですね。じゃあどうするかということで、ここら辺から私のイニシアルに書いてますからね、サッとルートは一つはですね、公共開発法っていう、これは国会で通してます。これは議員立法でいいんですから、2、30人の議員集めて、議員立法何回もやってます。アメリカでも有名なんですね、議員がですね、何回も議員立法やってます。30人で議員立法、毎年ますやってるんですよ。どこか走る、どこか走ると。毎年やればですね、絶対これ通りますよ。通らなければね、次はですね、今度は後半でやると。EPM ですね、最近のね、フィンテックの電子公共開発先使うわけですよ。で、これは最初のですね、方法で、これも時間で飛ばしますけど、最初のところはですね、金とか、2番目の方はですね、日本にはこういう法律があるわけですね。通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律があるわけです。この中に何書いてあるかというと、貨幣は500円なら100円、50円、10円、5円、1円の6種類とすると。ここにですね、1行付け替えられるんですよ。これ、漢字の得意なんですよ。1行、1つのフレーズ付け替えられてる。漢字にポッと付け替えられて、パッと通したいんですよ。そうするとですね、1案にしてですね、電子公共開発をね、1兆円、1兆円、これ出せます。つまり、何事が言ってるかというとね、ロシアね、中国、だからトルコもそうでしょうね。いろんな国の政府をね、これやろうとし始めてるんですよ。だから日本政府が蘇生してやったらいいんですよ。もうロシア近くにやってくるはずですね。だから、中央銀行を合わせてるんです。自分たちをね、政府にやられる前に仮想通貨、我々は公共開発行しようと、電子公共開発行しようとしてるんです。だからここ日本だとこういう法律があるわけですからね、ここを通過するだけで、その日のうちにどんどん借金というので社内で許してですね、いくらでもね、負担出せます。だけですから100兆円、200兆円どんどんね、電子公共開発出していったんですよ。で、そういうことでですね、1200年続いたですね、日本の国がですね、明治になって1880年日本銀行条例という形で国取り押さえたわけです。はい、終わりです。取り押さえたわけです。そこでね、令和になったからもう一度ですね、国にしようと
1700年の歴史を持ったこんなですね、素晴らしい国が世界中で日本だけなんですよね。ローマ帝国からのですが、地図、ちょっと世界地図にね、いつも東西じゃないんですよ。世界地図、いつも日本が地図の一番上にあるんですよ。世界はね、日本を目指してきたんですよ。日本に行けば、なんか、つまり日本はですね、かつては世界の地図の一番上に位置した国です。だから日本がやればですね、世界標準になっていくはずですよ。そういう自信を持ってですね、世界どこもやってないとかですね、いや、どこか前例ある、そんなことないんですよ。前例はもうその理論があるわけですからね。だからどんどんやってて、世界に教えたろうと、新しい国を日本がしてみる、そういう意味でね、ぜひともやっていただきたい。まあ、そういうのも、そういうことで私たちはですね、このローマを作りました。つまり銀河系の中に探偵があってですね、必ず生命が誕生してね、それが限られて、その窓開示というですね、1200年前に航空開発できたと。1200年以上経って、今度は新しいですね、航空開発の国をするんだと。こういう形でですね、もう一度、ね、このポーランドからですね、新国のエネルギーがですね、お住まいでいっていただきたいと、そういう願いで、私の貴重を呼ばせていただき、どうもご清聴ありがとうございました。